ုပ်တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အမျက်စက်တမပြည့်ရှိနေဖို့လိုရလေ။ဒါပေမဲ့ screen time တွေအများများလာရင်မျက်လုံးကညောင်းညပြီးမကြည့်မလင်းဖြစ်လာကြတာပေါ့။ကျမပြီးရှုပ်စုတောက်ပါတဲ့မြင်ဝန်းတစ်စုံအတွက် new feed တို့ညောင်းညနေတဲ့မျက်လုံးကြည့်လင်းအေးများစေဖို့ feed တို့အခုညောင်းညမှုကင်းပြီးကြည့်လင်းတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးတိုင်းအတွက်လင်းစင်သုံးမျက်စင်အားစေ feed တို့ကပ္ပနမကြီးအမှတ်စိမျက်စင်အားစေ何でも話してほしい。俺もちゃんと聞くから。いいのかな。ん？ただいま。お帰りなさい。見たか？それがまだ熱が下がらなくて。大丈夫なのか？夢を見ていた。誰かの大きな手が頭を優しく撫でてくれる。あの日、ミノルの肩が高くて心地よくて、薬が効いたのか、僕はいつの間にか眠ってしまって、結局ろくに話せないまま。お、ゆかた君大丈夫かい？うん、もう熱下がったみたい。お、大事に至らなくてよかったよ。うん、ミノルは本当にゆかた君が好きだね。
何言ってんだよ急に。じゃあ買い物行ってくる。あ、行ってらっしゃい。あ、行ってきます。何でも話してほしい。俺もちゃんと聞くから。よし。ごめん、ちょっといびつだけど。メリークリスマス、ゆかた。すっごい嬉しい。ありがとう。これね、兄ちゃんと種で作ったんだ。中身は普通にホットケーキです。ほんとだ、美味しそう。小さいのを何枚か重ねて作ってみた。ねえねえ、サンタさん食べていい？いいよ。豊かに作った。すごい。サンタさん、おいしい。ごめんね、せっかく誘ってくれたのに当日行けなくて。いいよ、クリスマス2回もあったしお得だよ。お得ってなんだよ。あー、お前クリームついてる。あ、そういえば遅くなったけど、僕からも二人にクリスマスプレゼント。やったー、よかった、ありがとう。うん、うわー、巨人だ。ありがとう。うん、それ。ああ、これありがとう。かぶったね。あ、ケーキいただこう。うん、うん、食べ食べて。どう？うん、美味しい。よかった。よかった、美味しくて。もうちょっと開けちゃおうかな。タネ君もありがとうね。うん。この間はありがとう。おう。うどん美味しかった。片付けまでやってもらっちゃって。あのさ、あの時の話なんだけど。リコタ、見て見て、これお父さんのプレゼントもらったの。これでね、いっぱい書くの。いいな。リコタもなんか書いて。何書こうかな。トナカイ書いて。おー、リコタ君いらっしゃ。タネ君おいで。あの粘土こねるの手伝ってよ。一緒にさ、特大のうんち作ろう。うん、特大のうんちだ。おいでおいでおいで。よかった、うんちにしてあげるね。あ、楽しみだな。あ、すごい、たくさん書いたね。うん、もうクリスマスからずっと友達100人書くっつってた。そうなんだ。あ、それ多分豊か。やっぱり。うん、なんか小さい豊かって感じ。似てる。でも本当に小さい時こういう丸眼鏡かけてたな。こんにちは。あ、
こんにちは。なんていうか、その今日は僕の話をしてもいいですか？どうぞ。僕は僕がまだ小さい頃、実の両親が亡くなって8歳の時、親戚のうちに養子として迎えられることになったんだけど、そこはとても裕福で、新しいお母さんとお父さんは自分の本当の子供と同じぐらい不自由なく育ててくれた。僕は恵まれてたんだと思う。でも5つ上の兄はずっと僕のことを受け入れられないみたいだった。お前食べ方も知らねえの？ゆき、なんかこいついると飯まずくなる。今にして思えばそれだけのことだったのかもしれない。なかなか頑張ってるな。でもその空気に毎日押しつぶされそうになって、ここは本当はお前の家じゃないのに、父さんも母さんもみんな全部俺のものだったのに、いつの間にか僕は一人でご飯を食べるようになっていた。あの頃毎日食べていたごちそうの味を僕はほとんど覚えていない。大人になって親と離れても友達や気になる人ができても、僕はずっと誰かと食卓を囲むのが怖かった。実の親の味を思い出せなくて、僕には幸せな食卓の記憶がない。それは人としてすごく欠けてる気がしたんだ。でもそんな時、一緒に食べよう。豊はいてくれるだけでいい。二人に会って一緒にご飯を食べれるのが、僕は生まれて初めて幸せだと思ったんだ。
だから何が言いたいかというと、ありがとう。あの時僕に声をかけてくれて。落ち着いた？うん。ごめんね、びっくりさせて。ゆかた、いじめられたの？え、いや。なんで泣いたの？悲しいことがあったの？タネがよしよししてあげようか？よし、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 よし。タネ君、ありがとう。僕は大丈夫だよ。小腹が空いた子はいねか。おにぎりでも食わんかね。出た、おにぎりマン。顔ができてる。タネのリクエストでおにぎりマンシリーズ作ってみました。おいしいぞ。タネどれにする？これこれ、チーズおにぎりマン。これ、うん、ゆうたかは？じゃあ僕はこっち。うん、可愛くて食べづらいな。うん、気にしないんだ。うまい。うまーい。初めて会った日のこと思い出すな。うん？公園でタネ君が僕のおにぎりじっと見てて。爆弾！そう、爆弾。ミノルすっごい慌てててさ。ねえねえ、おにぎりマンで対決しよう。どうするの？まずはこうやっておにぎりパンを食べます。うん。で、こうして、こうして。うん。じゃあね、こうして。ん？ミノルってさ、絵とか得意そう。なんで？おにぎりの顔可愛かった。マジで？あ、じゃあ今度なんか描くよ。うん、見てみて、うん、あっという間に年末だな。はあ。
そうだね。ミノルんちは家で過ごすの？うん。ユタカは？年越しっつうか正月。三が日中には実家に顔出そうかなって思ってる。大丈夫。あ、そういえば種が初詣一緒に行きたいって。おお、行く行く。屋台のお汁粉ですっげえうまい店あるの。そうなんだ、うん、絶対食べよう。初詣とかあまり行ったことないから楽しみだな。うん、あ、寒い。ゆたか、メガネ貸して。え、はい。一回かけてみたかったんだよね。視力いい人あるある。どう？似合ってる。似合う似合う。よかった。ありがとうね、いつも。ん？ミノルがいてくれてよかった。ミノル、どうかした？あ、いや、その礼を言わなきゃいけないのは俺の方っていうか、覚えてないかもしれないけど、あの時豊が先に声かけてくれたんだ。ミノル、夢だったのだろうか。正直悲しいとか思う前に少しホッとしてた。いつぶりだろう、一人で過ごす週末なんて。まだ感触が残っている。